さあ始まりました今週の「バンドバンドレディオ」ナビゲーターは皆様おなじみバンズマン・ライフ・にン・ k の西澤くるみでお届けいたしますさあ今週はちょっとブラスバンドのニュースというか話すことがたくさんありますまずは過ぎ去ったことから先週に起きたことからお話ししていきたいと思いますさあ最初にお話ししますのは先週末に行われましたブリティッシュ・オープンについてです ワブプレイの方でライブストリーム並びにアーカイブが見られますのでもしちょっと夜遅くて見られなかったよっていう方いらっしゃいましたらぜひぜひ概要欄にワブプレイのリンク貼っておきますのでぜひチェックしてみてくださいさあまずは結果からおそらくあのいろんなところから皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますが今回はブリティッシュオープンなんと優勝がスイスからいらっしゃいましたブラスバンドトロゼツワでしたね ヨーロピアン2連覇からのブリティッシュオープン優勝というかなり来てますね今このバンドさあそして2位はフラワーズ3位ブラックダイク4位グレムソープ5位にフォーデンズ6位に KNDS フェアリーというバンドの並びがトップ6となりましたそして今回第2位を受賞されましたフラワーズは賞金2500ポンド日本円にすると約50万弱の賞金に加えまして フラワー史上初の2026年ヨーロピアンチャンピオンシップへの切符を獲得いたしましたおめでとうございます今回のこの上位のバンドの並びだったりこう全体としての順位が結構今までともう全然違う本当に予想ができなかったものだなすごく私も感じていながらプレイヤーの方々とも当日お話もさせていただいたんですけれどもプレイヤーの方からも結果にこう。 ある意味でショックを受けるというかっていうような声がたくさん聞かれましたさあちなみに、えー、ソリストだったりとかベストソプラノベストユーフォニアムなどいろいろな賞も個人賞もございますえ今回、えー、ベストソリストはブラスマナトロットワのソロコルネットマティルダが受賞しておりますそしてベストソプラノは第2位に輝きましたフラワーズのソプラノコルネットポールリチャードそして ベストユーフォニアムはバンドとして第3位に輝きましたブラックダイクのソロユーフォニアムでありジュネバのアーティストでもありますアダム・ボカリスが受賞をいたしました皆様本当におめでとうございます今回のブリティッシュオープンは結構プレイヤー側からも結構異色というような言葉をよくいただいていてロストサークルヤンマンデル・ローストの作曲の曲でしたが 審査員も普段だったらこうボブチャイルズとかそういったナショナルファイナルとかエリアコンテストとかおなじみの顔並びがあると思うんですけれどもそういった方々とはまた一味違ったお三方をお呼びしておりましてなので普段強いバンドが必ずしも強いとは限らないっていう結構ね普段見られない視点からの審査の 方法をされていたのでそういった意味で結果が結構ね皆様の予想とはかなり違った結果が出てきたのかなと思っております RNCM のユーフォニアム選考からは2人出場しておりました1人は私の同期で同じくあの韓国でチェジュコンペティションに参加しておりましたダニエルホームドイツ人の子がハモンズと出場しておりまして13位という結果になりました そしてもう一人、ウ、え、ェ、ー、リントンブラスでソロユーフォニアムを吹いておりましたので、おそらく知っている方々たくさんいらっしゃると思います。ルックスペンスが、セカンドユーフォニアムでブリックハウスラストリックバンドで出場しておりました。こちらのバンドは12位という結果でした。ちなみにコンテストと言いますと、毎回こう順番が結構ね、大事な鍵となってくるんですけれども、ブリティッシュオープンはナショナルファイナルと同じで、当日の朝8時にバンドマネージャーたちが会場に集まってくじ引きを行う形式で順番を決めております。 今回フラワーズは結構最初の方だったので吹じてないかって言われていた声もあったんですけれども前半が終わった時点でランチブレイクの際にフォーバーズレストのコメンテーターたちが自分たちの今までの中での上位の予想を立てて投稿するんですねそれ以外にもやっぱり聞いていた方々からこう前半の中での予想っていうものを公開していくんですけれどもその中ではフラワーズはトップでした 私も当日「フォーバーズレスト」のコメントを追いながら鑑賞させていただいてたんですけれども本当にスイスのトロセトワが出てくるまではフラワーズが優勝するんじゃないかっていう話もあったくらいなのでこの2026年のヨーロッンチャンピオンシップイングランド代表のこの切符を勝ち取ったというのは彼らが得るべきものだったのではないかなと思っております。 ちなみに以前もお話ししたかと思いますブリティッシュオープンというのは5月に行われますスプリングフェスティバルと同じオーガナイザーのコンテストとなっておりますスプリングフェスティバルは上からグランドシールドシニアカップシニアトロフィーの3つのセクションになっておりましてその3つのセクションの上にブリティッシュオープンというものが存在します今年の5月に行われましたスプリングフェスティバルでオールラムリーズ並びにノーソップシルバーの2つのバンドが上位 フターバンドとなりましたので今年の9月えこの間行われましたベリティッシュオープンへの出場権を獲得したというようなシステムが行われておりますでここから、まあ、どんどんねこう見ながってったらブリティッシュオープンに出場するバンドがすごい増えていっちゃうんで誰かがベリティッシュオープンから、まあ、来年スプリングフェスティバルに降りる形となるんですけれどもそれをどうやって決めているかといいますと過去2年の順位 を足したものをポイント化しましてそのポイントが多い順に並べると上位2バンドなのでまあ、上位ではないんですけれどもそのポイントが多い2バンドが下のグランドシールドに降りるという形になりますなので今年の結果だけじゃないんですなので今年すっごくうまくいってても去年全然うまくいかなかったら合計を足した時に 結構ねこれ際どいところに行ったりするバンドもありますし逆もしかり今までずっとこう、ね、やや下をぎりぎり降りないぐらいを築いてきたけれども今年うまくいったから降りりずに済んだっていうようよなバンドもあります例であまりね「このバンドこのバンド」ってあげるとちょっとあれなんですけれども例でありますとレイランドバンド私も知り合いが何人か吹いているので仲良くさせてもらっております彼らは去年下から2番目になりまして今度こうトップ。 天に入らなかったら、ちょっと下に落ちてしまうのが危ういんじゃないかってずっと言われてたんですね。ですが、今年第9位にトップ10に入りまして、無事にブリティッシュオープンに残ることが決まりました。 今年はどのバンドが下に降りるのかといいますと今年第14位のヘップワースそして第16位のノーソップシルバーの2つのバンドが下のグランドシールドに来年から挑戦することとなりますそして来年のグランドシールドでトップ2に輝きました2バンドは来年の9月にあるブリティッシュオープンへの出場権を獲得するというようなシステムとなっておりますこれは結構ナショナルファイナルとかスプリングフェスティバルエリアコンテストどこでも結構共通の 感じでででその年だだけでは判断しないいんですねたい過去2年か3年、まあ、そのコンテストによって規定が決まっているんですけれども過去数年をその順位を足した上でその足した数字が大きいイコール今までの順位の合計が大きいということは、まあ、順位が上の方でではないんですね例えばノースウェストのエリアコンテストの過去の結果を見ていくと。 フォーデンズは基本的にずっと1位を取り続けているので過去3年の結果を足しますとフォーデンズは数字が3ポイントということになるんですね。これが最小の値ですし過去3年間11位を取っていたバンドは11111 11 11で33ポイントというような感じでそういったポイントの合計をしていってポイントが多いということは結構下の方のランキングに入っていることが多いということでだいたいポイント数の多いバンド えー、2バンドか3バンドが下のセクションに降りるそして逆にポイントが少ないバンドが上のセクションへ上がるというような仕組みが取られることが多いですさあ続きましてもまたコンテストの話になるんですけれども西澤が出場させていただくナショナルファイナルは10月の5日にロイヤルアルバートホールで行われますがこちらはナショナルファイナルチャンピオンシップセクション部門となりまして ナショナルファイナルのファーストからフォースセクションはいつどこで行われるのかと言いますとなんと今週末に行われますこちらは2日間かけてのイベントとなっておりまして会場はケンタウロスというチェルトナムの競馬場の屋内イベントのための広場と言いますかホールと言いますかというような場所を使って行います土曜日にはサードセクションファーストセクションそして日曜日にはフォースセクションセカンドセクションという順番で行われます ちなななみにナナナショルルファイととかかそうういいいいいっっったものてて結構チケット代高いんじゃないかなって思思方多いと思います。ブリティッシュオープンとかもあのバーミンガムの大きなシンフォニーホールであったりロイヤル・アルバートホールとかチェルトナムの競馬場だってもちろんただで借りれるものではないのでチケット代高いんじゃないのって思うその子のあなた結構私がっつりお金の話とかオープンにするタイプの人間なのでがっつり言いますっていうかあのサイトに載ってるのでがっつり言わせていただきますと。 ファーストセクションからフォースセクションのナショナルファイナルは大人の場合は15ポンドなので約日本円で2800円ぐらいかなのお金でチケットが買うことができますそれが終日リ,フリストバンドと言いましてそのリストバンドを手に入れていれば終日どこのバンドの演奏を聴くことも可能ですちなみに学生さんは10ポンドですので1800円ぐらいで購入できるかと思います1800円で 何番ンドあるんだろう各セクション20バンド弱あるので80バンド弱が聞き放題って思ったらすっごいお得なチケットですよね。ちなみにブリティッシュオープンは18バンドあるところで終日チケットが一番安いところで25ポンドでした。もちろんねシンフォニーホールってすごく大きなホールで席によって値段が変わってしまうんですけれども一番安い席だと25ポンドなのでだいたい5000円弱で買えます。 ナショナルファイナルの方もロイヤルアルバードホールのチケットもちろんねロイヤルアルバードホールなんて大変大きなホールですので場所によって値段がべらぼうに違うんですけれども2022年に私が見に行った際のチケットは33ポンドとかだったので全然7000円しないぐらいで1日ロイヤルアルバードホールに入れて1日バンドが聴き放題っていう結構お得なチケットが多いんですね。なので、もし イギリスに旅行に行こうかなって思ってる方々がいましたらぜひぜひスプリングフェスティバルエリアコンテストブリティッシュオープンやナショナルファイナルの時期に合わせて来てみるのはいかがでしょうかちなみにこのイギリスのコンテストのいいところってエリアコンテストだったりナショナルファイナルだったりスプリングフェスティバルだったりそういったコンテストを一つのイベントとして扱うのでもちろんね食べ物の販売だったりバーがあったりとかみんなで飲んだりとかっていうこともありますけれども楽器屋さんが楽器のメーカーカがですね。 展示をしに来ております今流行っているジェネバだったりベッソンウィルソンだったりヤマハアダムスなど本当にたくさんのブランドが来ておりましてデニス・ウィックとかもマウスピースの販売にも来ておりますなのでブラスバンドのコンテストってみんなマウスピースも楽器も持ってきてる状態で来るじゃないですかとなるともう自分の楽器があるのでマウスピースも思想し放,し放題言えない思想し放題ですし楽器もマウスピースを持っているので。 思,想し放題って思うともう好きなだけ好きなだけ楽器を思想できてマウスピースも思想できてすすっごいなんか夢のようななフェスティバルなんですねもちろん、ま、フェスティバルの一環ですし全バンドしっかり聴くのもすごく勉強の一つだと思いますがこうやってバンドメンバーと一緒に飲んで交流したりいろんな楽器を試してみたりマウスピースを試してみたりたまにねこうネクタイとか。 ちょっとしたブローチとかイヤリングとかそういったグッズを売ってるブースもあるのでそういったグッズを起点に買ってみたりっていうのもすごくいい経験になりますちなみに大きな大会ブリティッシュオープンやナショナルファイナルのような大会では当日にミニスコアが販売されます本当にあにブラスバンドのスコアをちょっとノートブックぐらいに小さくしたスコアが売ってるんですねブースでなのでチケットをご購入された方々の約半数ぐらいの方々がスコアを買った状態で客席に着かれます なのでスコアを見ながらどのバンドはこうしてるとかいうのがより明確にわかるようなコンテストとなっております。さあそんなコンテストの始まる9月、そして10月にはナショナルファイナル11月にはブラシンコンサート並びにスコティッシュオープンたくさんのコンテストが行われますがそれと同時に西澤の学校生活も始まります。 今ラジオを収録しているののが木曜日の夜12日なんですすけれども来週の月曜日16日から大学がスタートとなります多分ラジオを始めたのも去年のこのぐらいの時期なので西澤の学校の始まり方とかはおそらく第1回のラジオだったりとかいろんなビデオとかでご紹介しているかもしれませんが重複になってしまったらすいません西沢のイギリスでの大学生活の始まり方を簡単にご紹介したいと思います。 イギリスでは入学式というものを設けません。なので、その代わりに1週間、16日から始まる月曜日から金曜日の1週間はウェルカムウィークといって、新入生、英語ではフレッシャーズ、フレッシュマンと言います。フレッシャーズたちがオリエンテーションを受ける習慣というものが設けられております。私もね一応学部を卒業して新しく大学院生として入るので、 一応新入生、まあ、同じ大学なんですけれども一応フレッシュマンですので結構何個かねミーティングが入っておりますミーティングの内容としましてはこうコースのガイダンスだったりとかどのようなモジュール科目を取るといいよっていうお話だったりそして学生会からのサークルの紹介とかもありますし各選考ごとのオリエンテーションなども行われます。私は 学生としてそのオリエンテーションに参加するほかスチューデントアンバサダー学生代表としての仕事をしておりますので今週の土曜日日曜日は学生寮に新入生が入ってくるお手伝いをさせていただきますし月曜日からは新入生の学内のツアーだったりとかもしどこに行ったらいいか分かんないっていう生徒がいたらご案内させていただいたりといった仕事もさせていただく予定です。 ユーフォニウム専攻の方もねすでに何人かこの人が来るよっていうお話もスティーブだったりデイビーだったりから伺っておりますし西澤としては学部自体はずっとユーフォニウムとバリトンをスティーブについていたんですけれども大学院からは RNCM が新しく今年からバリトンホーンの教授をお迎えするということでブラックダイクのソロバリトンホーン奏者マイク・カバナーに正式に門下としてつかせていただくこととなります。 1>, 1年間ってすごく短い大学院生活なんですけれどもしっっっっかりりり学学学べべるるものはががんんでででいきたいなと思てておりますすイギリスって大学院が1年2年で選べるんですよ結構ねインターナショナル留学生の子たちはもちろんね2年で得られる経験ってそれはもちろん1年の倍なので2年で取る子が多いんですけれどもやっぱりねイギリスの大学ってすっごくお金がかかるので西澤はもうあの5年目ということで。 1>, 1年生の院に通わせていただくこととなりました何が違うのって話なんですけれども2年生1年生得られるものは最終的には一緒ですプリンシパルスタディいわゆる主専攻の学期の試験に加えて4つ選択科目を取ることとなっておりますそれがねコースによって、ね、選べる科目が違うんですけれども2年生の院に通っている子たちは2科目1年で取って2年目に2科目そして 2年目の終わりに卒業試験という実技の試験がありますが1年年を取っている西澤は、で4つの選択科目を一気に取ります。4つの選択科目の中にもちろん卒論も入ってますしアンサンブルの試験だったりとか式の試験だったりとかいろいろ入っているんですけれどもそういったものに加えて年度末にリサイタル卒業リサイタルというものがございます。ななのので、で年ぐらいいいやるのがちょうどいいようどよプログラムを うんとちなみに、えー、何度も私のラジオだったりとか Vlog だったりとかに登場しておりますダニエル・ホームも私と一緒に入学して私と一緒に卒業する1年生の院に通う予定です。 で大学院のお話をししてていいいるるに何度か登場していると思いますウェリントンブラスでソロイフォニウムを吹いておりますニュージーランド人のルーク・スペースは2年生の院の1年目が終わったところですので今年2年目に入りまして卒業のタイミングは私やダニエルとと一緒という形になりますすごくねなんか変な感じがするんですけれども1年生の院に通っている子たちと2年生の院に通っている子たちがこう同じ大学にいるので。 すごくね後輩感が強いんですけど卒業するタイミングは一緒っていう変わったシステムとなっておりますちなみにバチラー学部でも同じようなシステムがありましてそこもねあの実は分かりやすく私とダニエルのケースで話しますと西澤は2020年に入学して4年生の大学を2024年に卒業しました私が2年生の時にダニエルが1個下で入学してきたんですけれども彼は大学 4年生ではなく3年生の大学に進学というような形をとっていたので4年間で学ぶプログラムを3年にこうちょっとうまくうって詰めたものを受講しておりましたなので入学したタイミングは私より1個下だったんですけれども卒業する時はこう同級生として卒業するっていうすごく不思議な感じでしたなので。 彼は3年間の学部そして1年の院なので日本でいう普通の大学を卒業するぐらいの年齢でもうマスター修士まで終わってしまうっていうかなりね駆け足なコースとなっております私もね1年生の院に行くか2年生の院に行くかすごく悩んだんですけれども2年生の院だとそういったリサイタル系の実技の試験が2年まとめて最後に1回なんですねなので私はすごくこう2年間ず実技をね 演奏の試験がないままやり続けるっていうのが結構あのなんかねことごとく試験とかがないとモチベーションがしっかり上がらないタイプなのでちょっとんどうなんだろうなって思ったのもありますし他にも結構いろいろな理由がありまして1年生の院に行かせていたただくこと,となりましたそれがねついに月曜日から始まりますのでもうね卒論とか書きたいテーマとかすでに決めてリサーチを始めております。 今日早速図書館に行って本もたくさん借りてきましたのでここからまた1年間しっかり学べることを学んで来年の夏に帰りたいなと思っております。というわけで来週のラジオそう勝手にラジオを2週間に1回で、ね、シフトチェンジしてるんですけれども再来週のラジオはもうナショナルファイナル目前ですので西澤のバンドの状況を中心にいろいろとお伝えできたらなと思っております。 というわけで今週も1週間お疲れ様でした来週も頑張っていきましょうさようなら